ケンタカシ TV。 大家好、タカシです。大家好、ケンタです。さあ、ということでですね、今回もですね、都市伝説をやっていきたいんですけれども、はい、今回からですね、室内でお送りしたいと思います。っていうのもですね、まあね、ご時世的にね、こう新型の、武漢肺炎といいますか、コロナウイルスですね。あ、そうですね、コロナウイルスですね。コロナウイルスがね、こうちょっと蔓延しておりますんで、今回から室内でお送りしたいんですけれども、さあ、そしてですね、今回もですね、情報はですね、ヤン・バンさん、ミカン・ピンダオさんから提供いただいております。どうもありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そして今回のテーマは、ババ町形状。はい、ということで、ババ町形状なんですけれども、まずですね、ちょっとケンタに質問があります。はい。新田市の方の、フーピンゴンユン、はい、行ったことある。え、行ったことあるけど、何に急に。どういうこと、どういうこと。あそこさ、こうなんかこうバーベキューしたり、バーベキューしたり、サイクリングしたり、そういうイメージある。うん、ありますね。昔何だったか知ってる？昔？うん。いや、もうさっきの話の振りで、これということはもう決まってるじゃないですか。昔からバーベキュー場。昔からバーベキューやつ。ラオディエンです。違えよ。全然違えよ。違うんです。全然違えよ。そう、面白いね。そう、面白い。今日冴えてるね。今日面白いよ。違うんですけど、実はですね、あそこはですね、昔ね、死刑場だったと言われてるんですね。はい。そうなんですよ。で、地図で見ると、結構こう、大きいと思うんですね。風景が今、地図出てると思うんですけど、そうなんですよね。ここがね、昔ね、死刑場だったと言われてるんです。なんで刑場がこんなに大きいの？そうなんです。それが実はですね、いろいろとストーリーがありまして、この後それをいろいろと話していきたいと思います。ということでですね、ストーリーなんですけれども、はい。でもすでに驚いてる。驚きすぎて、何も話してない。顔が驚きすぎたの、すでに。そうなんですよ。でですね、話していくと、まずですね、1909年、あそこにですね、日本軍がですね、台北練兵場として、歩兵を鍛えたりとか、馬をね、こう鍛えてる、騎乗ですね、する場所として使っていたとされているんですね。で、1922年になるとですね、あそこがですね、なんと、ババ町と名前が付けられるようになりました。そうなんですね。それからなんですね、ババ町という。はい。で、そして1930年になると、なんとですね、それだけ広いんですけど、そこがなんと、飛行場として使われるようになったんですよ。でかすぎじゃない？めっちゃでかいですね。めっちゃでかいよね。飛行場にもなってた。そうなんですよ。で、1949年の5月から、死刑場として使われ始めていたって言われてるんですね。はい。そうなんですよ。実はですね、というのも、いろいろ記録が残ってまして、1949年頃からだいたい記録があったとして、だいたいですね、1951年から53年が一番死刑が行われていたと言われているんですけど、一番大きな時代なんですね。そうなんですよ。なるほどね。そうなんですよね。はい。あんなでっかい形状があったってことなんですか？そう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 。あれだけ大きい形状があったってことなんですけど。そこでですね、いろいろと刑が行われてたんですけど、言われてるのが、刑が行われてたのは、大体政治犯の方ですね。とか、あと泥棒とかが、具体的には、刑が行われたと。あそこで。そうなんです。で、あとですね、ポンフーの713事件とか、あとは、公民、日本語で言うと、公民法。公民法事件かな？公民法事件。公民法事件なんかの方も、そこで刑が執行されてたと言われているっていうことなんですけれども。公民法事件って映画になったファンシャオ。ああ、そうそうそう。去年の映画のファンシャオの、内容なんですけれども。はい、そうなんです。この後ね、それについて話したいと思います。はい、ということなんですけれども、まずですね、ポンフ713事件に関してですね、こちらがですね、1949年の7月13日に起きた、軍事事件と言われてるんですけど、山東区ですね、中国の山東区の学生さんが、ポンフで、起きた軍事事件と言われているもので、一般的にはですね、外省人の228事件と言われてます、こちら。はい。けど、外省人知ってる？え、知ってるよ。もうあれでしょ、外省人。知らない、知らないやつじゃない。知ってます、知ってますよ。知ってる？1945年以降に中国から台湾に入ってきた人たちを外省人と呼んでます。はい、博学ですね。さすがですね。そうなんですよ。はい、もちろん、もちろん。そうなんです。
続きましてファンシャオに関してなんですけれども、うんうんうん、こちらがですね、まあ光明法事件と言われているもので、はいはい、まあ、こちらがですね、ですね、映画だとまあ当時思想こう言論統制で、うん、まあ思想会というか読書会みたいなのが行われてたと思うんですけど、死人だよ、言われてるやつだ、無理で勘違いするわ今。你是忘记了，还是害怕想起来？事情都过去了，就当一切没发生过，不好吗？本当の事件はですね、1947年に、まあ、キーロンの中学校の校長先生が、うん、まあ、地下でですね、こう地下組織といいますか、レジスタンス的な感覚で、うん、こう新聞を刷ってまして、まあ、当時やっぱこう社会的にこう厳しい統制が行われてたので、うんうん、それに対する反発として、もう地下でこう、ね、新聞を刷って、それをこう配ってたっていうことがあったんですけれども、まあ、それが1947年から行われている。うんうん、で大体1949年ですね、2年間ぐらい行われてたんですけど、うんうん、49年に、まあ、それがバレまして、発覚しまして、で、まあまあ、もろもろね、こう、いろいろと、こういろいろと、分かるでしょう、こう社会的に厳しい社会ですから、こういろいろとこう、はい、されていくっていう。まあ事件としては結局その要はその2年間活動したけど、まあ、49年にまあ中止させられて、まあいろいろこう連れて行かれちゃったっていう事件なんですね。なるほどね、はい、そんな凄惨なことがあった場所が、うん、現在ではどんな風になっているんですか。はい、ありがとうございます。いい質問、ありがとうございます。そうなんですよ、はい、1954年にですね、まあ、死刑場としては停止されまして、うん、で1974年に、台北の管轄で、青年公園という名前で、まあ、公園になりました。で2000年代に入ると、うん、まあ、馬場町記念公園として、まあ、今はその方公園のになっているってことですね。なるほど。みんなでこうバーベキューしたりサイクリングしたりと、はい、みんなの憩いの場所になっている。そうですね。それが馬場町公園、はい、ということですね、はい、じゃあ次回はですね、うん、同じ白色テロに関連した両ザンディという場所をご紹介いたします。はい、今回もですね、イーアンバン、ミートアンピンダオさんのご協力でお送りいたしました。ありがとうございます。こちらにですね、URL などなど載せてありますので、ぜひ行ってみてください。はい。いろんなことがわかるかもしれません。わかるよ。なんでかもなんだよ。はい、はい。ということで、じゃあ今日は皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。またねー。バイバーイ。